どうも、シュウデビです。よし、今回はドッキリを仕掛けていきたいと思います。パッ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 パー。というわけで今回はですね、あのドッキリ翔平 TV メンバーじゃない、大井チャンネルメンバーでもない、向こうずメンバーでもない、誰かっていうと女子野球選手の三上美穂さんにドッキリを仕掛けていきたいと思います。まあ理由がありまして、今度ね、一応ね、撮影をするんですよ。サニーキャッチボールっていう女子野球選手、元女子プロの美しすぎるで有名だった加藤優さんが代表を務めるサニーキャッチボールっていう塾を開設したんですよね。そこのコーチとして三上さんが就任したんですよ。で、まあそのお祝いもそうですし、まあ、最近ディオさんとすごい仲がよくしてもらってるんで、ディオの女子でも使える、少年少女でも使えるグローブを、これをサプライズでお渡ししようと思います。でちなみにこれね、公式用なんですよ。公式用で、しかも1万5000円ぐらいで購入できるものだそうで、公式用だし、とにかく柄がね可愛すぎるんですよ。ちょっとドッキリでもう事前にちょっと仕掛けてあるんですよ、三上さんに。で、三上さんには年末に渡した絆グローブの、あのカラフルなグローブ、ちょっと俺やらかしちゃって今度持ってきてほしいっていう風に言いました。で、三上さん的にはあれをいただいちゃって、しかもインスタにも上げちゃったからまずいことしたと思ったらしくて、インスタに投稿してた絆関係全部消してきました、消しちゃったみたいな三上さんのインスタに投稿してくれてたもう3つぐらい消しちゃったらしいんですよ、このドッキリのせいで。まあ向こうはドッキリと思ってないんですけど、本当にやらかしたと思って消してくれたんですよ。しかし本当はこれを渡したいがために、カモフラージュで絆グローブ持ってきてっていう風に言いました。で、これをちょっと今回見せますよ。はい、こちら、パーッと。これやばくないですか、これやばくない。ちょっとまあやらかしちゃったってことで、あの絆グローブ持ってきてもらう、ちょっと返してもらう、なんかやっちゃったかなって向こうは思ってます。はい、しかしサプライズでこれを渡すという、視聴者の皆さんはこれどういう結末になるかっていうのをちょっと見ておいてもらってもいいですか。それではまあ2週間後ですね。はい、今から飛びます。ゴーシュ、飛んで飛んで飛んで飛べ、カメラ飛べ、シュ、ゆっくりだなお前は。こうやってやればいいの。イエス、はい、イエス、はい、はい、なぜ私も入るんだって言うんでしょうなぜ私も入らなきゃならないんだって。はい、どうも、翔平TVでーす。三上美穂です。はい、お願いします。お願いします。ちょっとね、今回はね、ちょっとこうやらかしちゃった話をしたいんですけど、はい、あの12月の末にイベント参加してくれたじゃないですか、はい、紅白戦とか撮影とか、その時にお渡ししたこちらのこの絆グローブなんですけど、ちょっと代表から怒りの連絡があってなんてかっていうと、まあ、これ無償でもらったんですよ。無償でもらったんだけど、しかもオーダーもしてて、本当は2万ちょっとで、まあ、オーダーって話だったんですけど、倍以上かかって、それを、まあ、上げてしまったっていうので、めちゃめちゃ怒られて、今回マジで謝罪動画を撮ってくれってことで。まあ、三上さんも悪くないですよ、全然悪くないですよ、悪くないですよ。でも半年間やっぱ持ってたんで、まあ、あの連帯責任ってことで一緒にちょっと謝罪をしたいと思います。はい、大変申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。と、はい、いうことで、あの本当にこれいいグローブなんですけど、まあ、僕もやっぱこう、うん、派手すぎてちょっと敬遠するところがあって、あんま使ってなかったんですけど、まあ、三上さんにはこれめちゃめちゃ似合ってるなと思ったものなんですよ、はい、でもこれについての謝罪っていうのは、あの嘘で、ええ、これについての謝罪っていうのは全部嘘なんですよ、実は。これ軟式用なんですよ。なんか公式でも痛くなかったってじゃないですか、はい、正直痛いんですよ。まあ謝罪っていうのも全部嘘なんですよ今待って、びっくりしたっていう、まあ1ヶ月ぐらい前かな、本当ですか。1ヶ月前に三上さんに、多分この件で本当は来てもらったようなもんなんですよ。めっちゃガチだったの、はい、そう、すいません、これ全然怒ってないです怒ってないですけど、怒ってないですけど、どうしてもちょっと三上さんに会いたかったっていうのがあったんでもうめちゃくちゃ三上さんにも会いたくて会いたくて、ちょっととあるもの持ってきました。どうぞ。え、
こちらです。え、こちらディオというメーカーの公式用このカラフルグローブ、こちらプレゼントです。え、本当ですか。やばい、プレゼント、プレゼント、プレゼント、ありがとうございます。プレゼントです。やばい、はい、ただのこれはおとりというか本当ですか。おとりというかあれです、完全に。いや、完全に騙されました。はい、これ完全に怒ってないです。あ、よかった。むしろ女子選手の手に当たって喜んでました。よかった、はい、公式用のグローブで子供用であり女性用でもある手の大きさになってます。そうですよね、はい、サイズが。そうで、公式用なんでこれから野球塾も、まあ、今オンラインだと思うんですけど、はい、いずれあのグラウンドに出てね多分やると思うんで、公式用だったらもう軟式でも公式でもいいなということで。ありがとうございます。いいんですか。いいんです、いいんです。しかもめちゃくちゃ可愛いですね、色合いも。ですよね。これをあの先々週あの6月初めぐらいにもうあのオープニング撮ってあるんで繋げてると思うんですけど、ドッキリということでもうめちゃくちゃ焦りました。サプライズドッキリということで、もう今日このアポ撮る前のね段階でもう予定してて、いつ都合ありますかちょっとやらかしちゃって謝罪しなきゃならないってことで、それでこう予定をちょっとこううまく合わせてたと思うんですけど、めちゃくちゃ焦りましたそう、今回これを渡すために前に来ました。ありがとうございます。すごい嬉しいめちゃくちゃ嬉しいです。しかも3人キャッチボール、オレンジじゃないですか。ちょっとオレンジ多めで、え、かわいいです。しかもティカさん、サイズもぴったりじゃない。ちょっと大きい。そんなことない。いや、ぴったりです。私結構手小さくて、なんか普通のグローブだとこうやってやった時に落ちちゃうんですけど、うんうん、もうめっちゃぴったりです。よかったで、一応型はつけてないですよ、はい、分かんなかったんで、型が。いや、すごい。なんでこれはご自分でこうパンパンして、はい、自分で育ててもらう、ありがとうございます、という感じの、はい、なってます。次はじゃあこれでキャッチボールお願いします。そうですね、本当にびっくりしましたあ、どうしようと思って、やらかしたと思って。そうね、2人でこう今謝罪しましたけど、これはいい思い出ってことです全部嘘という、多分すげえ混乱してたんで面白いぐらい混乱してたんでそう、ディオ、そうディオってメーカーで、まああの今後動画をちょこちょこ見てもらえれば出てると思う、ディオさん、はい、しかもこの水色の縫い目とかも、そう、ステッチっていうらしいです。かわいい、ね、え、そういうことだ。そう、クロムチップのステッチ、名前ちょっと覚えてます。ステッチ、ステッチって言わせて、これ予定を開けてもらう。いやー、ありがとうございます。よかったです、めっちゃ嬉しいです前回も T シャツとかもいただいて、いやもう全然それは応援してるんですディオさん、喜んでもらいましたよありがとうございます。安心しました。どこでもディオ、この3人キャッチボールのこの塾でね、はい、使ってもらえることを祈って、はい、頑張ってほしいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、女子野球塾 の、まあ、のコーチをやってるので、こちらの生徒募集ということで、はい、ぜひともこの概要欄貼っときますので、女の子野球やりたいなって人はね参加をしてもらって、はい、まあ、加藤優さんもいますし、はい、他にもあのねすごいこう経歴の持ち主 の、 あの女子野球選手もいますんで、すごいいい環境だと思うんで、多分日本初じゃないですか。そうですね、女の子だけっていうのは。なので頑張ってください。はい、応援してます。ありがとうございます。応援してます。頑張ります。じゃあ、 あの動画の概要欄にインスタとかいろいろ貼ってきますので、チェックよろしくお願いします。お願いします。よかったよかった、喜んでもらってよかったよかった安心しました。よかったよかった、ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。